はい、こんにちは、ケンです。ということで、やっていきましょう、ジノジャッジメント。さあ、佐々木、よろしく。で、俺は何をすればいいんだ？これまずいなぁ。相当やばくね？人狼一匹？あ、違うか。俺ら潜伏でよくね？多分、一匹狼が出てくれるんじゃないかな。一匹出るよね、多分。多分一匹狼が間違いなく出てくれるから。まあ、放置かな。さすがに、もう一匹狼が売らないっていう風潮はできたでしょう。俺何のつもりで。私は探偵で出る。なるほど。よろしくお願いします。おやすみ。カミングアウト。お？ほう。ほう。なんだそれ。カミングアウト。ジェイシロ。単品か？占い、潜伏しやがったか。占い確定。カミングアウト。はい、ジェシカ釣り。まあ、霊能ロラよりも、ジェシカゲイルロラの方が黒出てるか分かるので、良いと思います。霊能早めに、潰すのは、恋人、潰しきる前に終わる可能性あるので、やめましょう。レーナ放置でグレー行きます。グレー行くの？マリア。ゲイルジェシカの内訳、何で考えてるの？人狼じゃね？天の弱。じゃあ先に潰した方がいいんじゃねえか？先に潰さね？ジェシカゲイル。あと、ジェシカだけに進行させたくないんだけど。ジェシカ、ジェシカだけじゃなかった。ジェシカだけじゃなく、マリアだけ。マリア、恋人リスクの時無理。探偵出なくていい。今日マリア、恋人いないよ、ジェイ。カミングアウト。あ、すまん。恋人いなかった。くさ。カミングアウト。はい、確定ね。カミングアウト。はぁ？ショーンの何それ？ローラの対抗ってこと？くさ。スルーで。マリア、さっさと指定して。スルー、スルー、スルー。マリア進行、アンナ進行、交互ね。ここ一匹じゃあな。あーでも。アンナでいっか。カミングアウト。エマサンドラ指定で。マイク。延長希望。延長希望。延長希望。もう俺恋人いると勘違いしてたわ。なおさら無理じゃね。なおさら勝てないぞ。もはや回避なし。いや、マリア確定なんだし、進行するだろ。どっちでもいいよ。サンドレーマン、どっちでもよくね。まあ、エマかな。強いて言うならエマかな。
ンブル出ちゃった方がいい説。カミングアウト。はあ？さ。じゃあ、サンドラ指定でよくね。はい。カミングアウト。ローラじゃないの、カリウド。ローラガチで違うん。じゃあサンドラでいっか。あ、じゃあロディでいっか。だ、これまずいな。え、いや、1分前。ローラ釣りでいい。ローラ人外。市民1やった、ここ。ロディローラ、人外確定。はい、ロディ把握。30秒前。過半数じゃねえのか。ローラ、ロディに人外ね。誰に刺すのがベストかね。マイク、ローラ刺し。できないなら、ロディは堅牢か佐々木やろ。そう、市民。30秒前。いやいやいや、エヴァに刺すなよ。10秒前。うん、本当にエヴァに刺したのか。だからそんなこともなさそうだけどな。まあサンドラ噛むしかねえかな。サンドラ噛もう。多分だけど、ジェシカ一匹狼だと思う。私、ローラとロラされに行くから。つか、霊能なんだ？ 10 秒前。一匹狼が占い出てくれないと結構困るんだよな。相当やばいな、これ。どうなるんだ。くっそ不利だぞ、狼勝つの。結果。だろうね。ロディ黒、ロディ白。ロディパンダ草。佐々木か、人狼かって感じだろうね。あー、じゃあ、ローラ、佐々木だから、あー、エリックギ、バニラ死んだわ。私、対抗するなら、猫対抗するやろ。ローラとショーンにワンウルフか。もうローラに刺してしまった。ローラ釣ってどうぞ。佐々木だね、多分。ワンチャン。天の弱だけど。まあ、人狼狙いなら、ショーンはもう猫股確定だろ。
スカ、ショーン、役職一個しかない。バニラ、なんでロディ佐々木の目線とか天の弱の目線が抜け落ちてんの。いや、ショーン、いや、ショーンも、ショーンもうねえだろ。カミングアウト。くさ。ジェシカツリーでよくね。ショーン死んだろ。ありえん。純愛使用する猫股って何が目的なの？言ってみ。どうやって噛まれるんだよ。バニラ探偵釣りに誘導してるわ。ほいほい。これジェシカ何の役だろうな。ゲイルさ、もうほとんどどっちに味方してるか分かったっしょ。誰よついてるの。うん、おはよう。ジェイ、ゲイル。これで勝てんのか、もしかして。10秒前。次9だろ。はぁ、終わったな。え、くっそ運悪いんだが。え、なにこれ。え、なにこれ、こんな無理じゃん。どうやって勝てっていうの。多分人狼ショーンだろこれ。え、マジ超運悪くね。最悪じゃん。もう絶対何やっても勝てないよ。もう何やっても勝てませんよ。ワンチャンの何かないか。ショーンが純愛でゲイルに人狼で恋してるとか、そんなバカな展開がないか。無理だろ。てか、エマ噛まなかったのもアホだしな。てか、そうそう。アンナ連れてかれたのすげえ痛いよな。つかエマ噛んどけばワンチャンあったで。普通に。
どういう理屈？え、ごめん、どういう理屈それ？二人しかいなかったってことこれ。おい、ちょっと待って、これ誰かなんだこれ。よし、よかった、いい保管だね。これ大丈夫？おはよう。え、なんでバニラと、もう誰が誰か。マイク何？本当にローラに刺してたの？ゲイルは？ゲイル結局誰？ジェイ。あ。カミングアウト。じゃあマイクで。じゃあ、ちなみに、アンナ黒な。バニラつって終わろうか。バニラ釣り。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。あ？嘘やろ、それは。それは嘘でしょ、さすがに。うん、バニラだよね。わかってる。これ誰かむん？うん。アンナ持ってかれたの痛いって言ったから、エリック一匹狼か。一匹狼霊能出たんか。あ、マジ？あ、だからショーン噛まなかったのか。あ、いや、それはエリック天才だわ。あえてショーンに集める。天才天才天才。それは天才だった。それは、エリックが一匹狼なら、マリア神は全然妥当だわ。マリアにショーンを占わせたくないもんね。ショーン黒っていう風にしたいから。なんだこれ。なん、ドッカン大戦争、誰が何の役職か全くわからんな。ジェシカもジェシカじゃね。一番まずくねえか、君。まあ、結果的に、アンナ持ってったけど、え、なんでそこ噛むの？まあ、いいけど、別に。まあいいけど、まあ復讐ついたらめんどくさいみたいな感じ。ショーン投票で確かめばマイク勝てるし、うん、マイクかわいそうだし残そう。いや、エリック黒ならマリア神納得だわ。すまん、勝手に切れてた。ショーンが黒だと思って大バカ者と思ってた。ショーンもすまんな。まさか一匹が霊能に出て天の尺潜伏とは思わんかった。にしてもジェシカ草。ジェシカ本当に草だな。いや、あの、最初恋人いると思ってトロール行った俺も草だけど、ジェシカもだいぶ草だぞ。で、恋人部屋と間違って入ってた俺最初。すげえな、人外大勝利じゃん。お、人外大勝利だな、もう全部人外勝ったぞ。やり通したな。え、てかエマちゃんもしかして貯めてなかった説ある？足りなかった。
あ、数え間違いか。エマは別にまあやりきったのか。あー、ショーンマジでごめんね。エリック天の弱絶対と思ってた。そして俺もぼーっとしててマリア噛むやろなくらいに考えてた、ぶっちゃけ。で昼になって、あ、そっか、エマ噛まないかんわって思って、あたかも知ってたかのように振る舞った。申し訳ない。まあロディってことっすね。